さあ、マタイの新約聖書、マタイの2章。マタイの2章の7節から読みますので、7節から22まで読みます。よろしいですか。新約聖書マタイ2章の7から22までを読みます。少し長いですが、根気よく声出して読んでまいりましょう。どうぞ。そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、そのこの音を詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言って、ペツレムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、次に幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれをして幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分のたちの国へ帰っていった。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私がつけるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に戻っていて、ベツレムとその周辺一帯にいた10歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく泣き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れて言った。起きて子供とその母親を連れ、イスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行こうと恐れた。ところが夢でお告げがあったので、彼らや地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。アメン。そこまででいいです。主なる神様、今3週間も続いているこの夢の啓示に対する霊的な正しい知識と知恵と力を、地の果て宣教会に送られた全ての者どもがはっきりと身につけて、生きる日々に必要な信仰生活、霊的な生活に必ず役立ちますように祝福してくださり、霊的なメッセージの通路である夢や幻などの不思議な霊的な現象を無視しないで、こういうことを正しく悟ることによって、目に見えない霊的な世界、四次元の世界まで見抜く力が
すべての子供たちにありますように助けてください。礼拝の質を見てみたにイエスキリストの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。今日は、3時間目、3個目は続きます。もう一度、夢を無視してはならない。アメン。夢を無視するのは、夢は 今まで先週も先生にもやったように、生と死と家福、生と死と家福を左右する力が左右する夢には確かにあることがもう分かった。でもう2週間も勉強しましたから、これ以上やらなくても分かったはずですよ。みんな一緒に夢は生死家福を左右する力がある。アメン。信じますか。だから生死は命、死ぬか生きるか、命に関わる話ですよ。家福は災いあるいは祝福、不幸か幸福か幸せか、こういうのを左右する力があるの夢には。だから先週まで言いましたように、夢は霊的な状態水準を反映する表すものだから、今自分の霊的な大きさ、霊的に自分がどのような状態になるか、あるいはどのぐらい成長してるかなどが夢に反映されたりするから、夢は霊的な意味で鏡のようなものだということで、鏡、ですから夢の中の状態を見れば自分の霊的な姿を鏡に映して見ることができるようになりますね。アーメンですか。ですから人が生きる人生において生と死と災いと祝福、生死家福を左右するほどのそういう力が夢幻などにはありますよ。なぜかというと、神様がこういう生死家福に関わるメッセージ、啓示を夢幻などを通して私たちの肉体じゃなくて私たちの霊魂に、私たちの霊に示してくださる一つの手段のようなものは夢なんですから。アーメン。ですから夢を無視して生きる人々と、夢を通して語る神様のメッセージを聞き分けながら生きる人との違いは、運命の差があります。今日今読んだところに、その東方の3人の博士の話が出てるし、ヨセフとマリアと生まれたばかりの幼子イエスケとの話が出てきてますね。全部命が関わってる。命が、もしこの夢のお告げ、夢の啓示、夢のお告げをここに登場している人物たちが無視していたならば、この人たちの命は全部どうなったでしょうか。全部ヘロデ王の剣にかけられて殺されたはずですよ。今ここに登場した人物の 何名ですか。東方の博士が、東方の博士何名、3名にヨセフとマリアと幼子イエス、6人の命がヘロデ王の剣にかけられることになってる。ヘロデがもう殺そうと思っていたから、ヘロデがアメン。ヘロデがもう殺そうと決心していたの。その6人の命を救い出すために、危ない、他の道を通って帰りなさい、あるいはエジプトに逃げなさい、こういうふうに命を守るために声をかけたのが夢のお告げだよ。夢のお告げ、このもし6人が全部夢のお告げ、はい、ああ大変気持ち悪い夢を見たなと思って、それ以上夢の意味が分からずに夢を無視したとすれば、
6人ともヘロデの剣に殺されてしまったはずであろうと我々はそのまま信じる、そのまま信じる必要があります。アメン。そう、神様がこう語ったのに本人たちが無視すれば仕方ありません。神様がみんな一緒に一つによって語り、また二つによって語られる理由は何で、人が自分勝手に歩いて火の川を渡ることないね、火の川を渡ることないように、トップで読んだ話ですか、ヨブ記の33の15節以下で読んだ話でしょ。アメン、うん、ですから1回2回くらい続く夢があればすぐ深刻にそれを受け止めないといけない。この前言ったでしょ、夢の中で身体とか現れた夢を見て2日間意味がわからなくて足を使えなくなった、いや隣の大きな病院であなたは死ぬから覚悟しなさいと言われるようにまでなった。それを霊的に、もう肉の世界ではお医者が、順天堂のお医者さん、順天堂病院のお医者がもう死ぬ覚悟を準備しなさい、心死ぬからいつ死ぬか分かりませんから、ここまで行ったんですよ。夢を見て2日間意味が分からなくて無視してたから、意味が分かってでも大丈夫だと無視したんじゃなくて意味が分からなかったから、一人一人に言ったんだけども相手も分からないし自分も分からないしで2日経った時にも足がやられて、足をやられて、うん、死の覚悟をしなさいと、この隣の大きな病院で言われた。それを霊的にまた霊的に解決してあげなかったとすれば、その人は死んでるかもしれませんし足を使えないかもしれません。今は平気でしょ、霊的に解決したから。じゃあやられる前に、うん、対応しないといけない対応、皆さんがご存知の東西ローマを統一しましたローマの皇帝の名前は、東ローマと西ローマとローマが二つに分かれてましたでしょ、うん、それを戦争によって統一した王様がいる、皇帝が誰、アウスティヌス、何言ってるコンスタンティン大帝、うん、コンスタンティン、この方が当時はキリスト教が迫害を受けてた時代、迫害を受けてた時代だけども、コンスタンティン大帝は東ローマの王様で皇帝です。その西ローマの皇帝はマクセンティウスという人です。マクセンティウス、この二人が接戦、戦う、戦争をすることになりました。戦うことになりましたときに、コンスタンティン大帝が、その明日から出戦で、明日から出戦、戦争に出ていく、その今夜、出戦前夜ですね、出戦前夜に夢を見たの。夢を見たら空に何が現れた？白い雲の十字架が現れた。目が覚めたらこれは夢でした。しかしこの夢を無視しなかったんですよ。コンスタンティン大帝はこの夢を無視しないで、夢で見た十字架を鳩こう、今はそういう光景あんまり見ない、昔は戦争に出ていくときこういう旗を掲げて、一番前は太鼓部隊だ、例えばその後ろは旗を掲げた部隊だとかね、その後ろに将軍、それからその後はまた兵隊たちが、こういう形で戦争に出ていたりしたでしょ、うん、この旗に全部十字架の模様を入れた、十字架の模様ね、十字架の模様を入れて戦争に出ていた。これでコンスタンティン大帝はマクセンティウスを簡単に敗北させて、
東西ローマを一つに強力なローマとして統一することができたんです。皆さん考えてみてください。もしこのコンスタンティン大帝が出戦前夜見た十字架の夢を無視していたならば、この接戦において勝利を収めることができたと思いますか、あるいは失敗したと思いますか。難しい。失敗したと思います。そんな夢関係ありますかと思いませんか。そんな夢じゃありませんよ。個人の運命が変わるし、国の運命が変わるし、人類の歴史が変わりうるような、こういう生死家福、命と死と災いと幸いが、こういう神から降るお告げの刑事の手段、通路の一つである夢や幻などに関わっていますよ。信じますか。私は信じてますよ。何を。コンスタンティン大帝がマクセンティウスに勝った一番根本的な、一番大きな原因は何ですか。彼が見た夢を無視しないで、夢のお告げの通りに十字架の模様の入ったこういう旗を掲げて戦争に出ていたから、その戦争を神様が勝利に導いてくださったと私は確信を持っています。アメン。じゃあ牧師は夢なら何でも信じますか。とんでもございませんよ。夢はたくさん見る、しかし夢の中に聖霊の啓示なくて悪魔からのささやきがあるのもあるし、あれは何の意味もないものあるし。アメン。ただ見分けるその夢が何を語っているかを、見分ける力を聖霊様から受けないといけませんよ。アメン。ですから夢に対する皆さんが力や知識を本当に正しく持つ必要があります。ただこういう夢の場合は無視してはならないから、こういう夢の場合は無視したら大変なことになるから、大変、運命が変わるから、運命が、じゃあ、先週やったのかな、ソロモン王が夢の中で神様から祝福を約束されましたね。目が覚めたらそれは夢でしたよ。目が覚めたら夢でしたけども、その夢の通りに今までの歴史の中でソロモンのような祝福を神から受けた人はまずないの。まず人類の歴史の中で神様から一番多くの祝福を、大きくて多くの祝福を一番たくさん受けた人は誰ですか。ソロモンの王です。ソロモンの王は毎年金のタラントンだけでも日本円で換算して約いくら、忘れたでしょ。金だけだよ。銀とか銅とか材木とか他の宝石などは全部抜きにして、穀物だとかこういうのは抜きにして、金のタラントだけでも666円じゃなくて6億円、億ですから、他の収入まで合わせたら1000億円を超えたはずです。超えたはず。1年の収入がよ、1年の。こういう祝福を受けた人は歴史の中、人類の歴史の中ではまだないの、今までないの。これは書かなくてもいいですよ。じゃあ、そのものが目が覚めたらそれは夢だったんですよ。なんだ、惑わす、人の心を惑わす、こういう夢なんか見るんだな、よくも、もう嫌だよこんなのはと思って、ソロモンがこういう夢を通して啓示された神様のことを報道していたり無視していたならば、
それでもこういう祝福を神様がなさったはずでしょうか。なさった、なさるはずがない。ソロモンはそれを信じました。アメンですか。そう、夢の中にあった霊の現実を目が覚めて、陸の現実でもそれもそのまま信じたの。そうなるように思った。結果その通りになりまして、彼は王でもあり、立場は一番の権力者である王でもあり、ソロモンが何年間王様をやりました。ソロモンがイスラエル民族を治めた王を何年間、どれくらい期間の間に王様をやりました。4年ん？ 4 年。今韓国の大統領は何年、韓国の大統領、え、一期一期で5年、知ってる人いないね。もう韓国人はやめたからね、みんな天国人だから、アレルヤです、韓国人やめて、日本人やめて、天国人になりましたから。まあどうでもいい、4年でも何年、ソロモンは何年、何25年。関心がないんだね。どうでもいい、神様はどうでもいい、ソロモンどうでもいい、聖書どうでもいい。俺は自我の強い人だから、俺はプライドのある人だから、自分勝手に生きる。40年、ハレルヤ、4年じゃなくて40年間、40年間王者にいた。これだけじゃなくて、毎年もう大雑把に計算しても日本円で毎年公式に入った金が1000億を超えて、1000億円、韓国のウォンで計算すれば1兆ウォンを超えてたんですよ。超えて毎年。考えてみてよ、これはどんな収入であるか。ハレルヤ、すごいでしょ。こんな祝福を神から受けた人はないの。これが目が覚めたら夢でした。夢、夢の中で約束されたのが、そのままこっそりソロモンの一生の間に天の神から注がれていたことを。それでも夢を無視したいんですか。それでも夢を無視したいんですか。無視しちゃいけないの。アーメンですか。夢の中で神の啓示を見分ける力と知識を我々が得るべきですよ。信仰によらずには神様に喜ばれることはできない。信仰によらずには神が安さったものを信じないと、信じないと、それで信じて神に近づかないと神からの祝福が来ないの。疑うと、疑ったり心が揺れたりすると絶対に神様が約束した祝福をくださいませんよ。ですから夢をとして啓示が与えられて、こういうふうに祝福するといえば、それを信じないといけないの。疑ったらなかったことになる、なかったことに。アーメンできます。ですから信じないといけませんから、信じないといけませんから、皆さんがこういうのを無視しないで、その中から神の啓示があるときにはこれを真剣に対応すべきですよ。悪い夢があったらどうすべき、起こらないように対応すべきだし、いい夢があったらそれをビジョンとして、望みとして信仰によって受け止めて、それが成就するように思って、信仰によって祈り求めていくべきだし。アメン。そう、対応しないといけない。いい夢はそれが成就するように対応すべきだし、信仰によって。悪い夢はそれが、悪い夢が成就したら人生がとんでもないことになりますから、悪い夢を見た時はそれが成就しないように、実現しないように、それを防ぐために、ひどい場合は、本当に悪い夢の場合はどういう祈りをすべきだ。みんな一緒にどんな祈り、戦闘的な祈り、戦闘的な祈りの意味が分かりますか。戦闘的な祈りは戦争、戦争
戦争で敵と戦うような、戦争するような、戦闘するような、そういう祈り、そういう祈りで悪魔の攻撃を打ち砕かないと自分の命まで危なくなる。ひどい場合や。アメン。命を落とす人が出てくるじゃないの、こういうので。ですから戦闘的な祈りが欲しいの。ひどい場合は夢が。どういう祈り？竜とか蛇とか虎とか、先週先々週たくさん言いましたでしょ。そういうものに噛まれたり縛られたり、え、チコにあったり、あるいは何かのチコなどで血が流れるのを見たりした場合は、これは戦闘的な祈りを捧げないと自分の命が危なくなる。命が危なくなる。ハレルヤ。戦闘的な祈りは何ですか？激しく祈ること。激しく祈って悪魔と悪霊どもが去っていくように、命令たくさん祈って、何をすべきだ、みんな一緒に、悪霊よ、打ち砕くべきだ、主イエスの皆で、夢に現れた悪霊どもよ、呪われて去っていけと、全部追い出す祈り。でもこういう地を見たとか、こういう大変な夢を見たときには、祈りには時間がかかるから、まず断食するのが一番いいの、本当はね。断食すれば一番はっきりと、断食すればミサイルを撃つのと一緒だから、爆弾を落とすのと同じ効果が出てくるから、1日あるいは少なくても3日ぐらい断食すればクリアできる。ハレルヤ。アメンですか？なぜ命やられるより断食して勝利した方がいいでしょう。ひどい場合はそういう祈りをすべきですね。皆さんはもちろんそうでしょう。皆さん、これは礼拝は皆さんだけを、皆さんだけを思って、この礼拝じゃなくて、これはインターネットで見てる人いるから、テープとかインターネットで、ここに来てない人も見てるからに、そういう人のためにもこれは勉強しないといけない部分ですが、霊の世界が肉の世界を支配すると信じてるでしょ。アメン。霊の現実が肉の現実を支配してるのを信じてるでしょ。だったら霊の状態、霊の現実が肉の状態、肉の現実よりどうなるべきだ、優先的になるべきですよ、信仰生活の中で。アメン。なぜ霊の状態が悪くなれば肉の現実が悪い影響を受けて、いくら頑張ってもためになるから、いくら頑張っても。ん？皆さん、目に見えない、目に見えないものに壁があったり、目に見えない縛りがあったり、目に見えないものに縛られたりすると、意味も分からないで縛られたと。目に見えないものに縛られたら、自分は縛られてないと思っても、目に見えないものに縛られてると、身動きが取れないの、人生が思うがままにいかない。こういう幸せな人生を生きたいんだけども、いくらそう思ってそう求めてもそれがそうならないのは何ですか？目に見えない呪いの鎖に縛られてるからできないの。それが水の中で、水泳ができない人が水の中に溺れたらどうなります？自分が行きたい方向へ行けます？行けないの。水の中に溺れ、なぜでしょう。水というものを制することはできないから。水を制することができる、泳ぎができる人なら、水に溺れてもすぐ行きたいところへ行けるわけです。でも水を制することはできない人は、水に縛られて溺れて死んでいくの。死んでいきながらも自分の思うがままにならないの。一郎さんがイエス様を信じたのは、水に一回溺れた記憶を教会にいて思い出したからイエス様を信じるようになったんだよ、一郎さんは。自分で体験したみたいな人は分かるんですよ。水泳ができない人が水に溺れたらどうなるのか、他の人はピンとこないかも。でも彼女は自分で体験したから、もう水に溺れて死んでいく、そういう怖さを全部体験してるから、いやー、そのようになってはいけないと思って、イエス様をすぐ信じる決心をしたそうですね。ただ一回で。その時決心してよかったよ。もしイエス様信じられたらその次の日死んだらどうなる。
素晴らしい決断でした。これを韓国人たちは卓越な決断だった。卓越な決断。ハレルヤ。卓越は何ですか。よろしいですか、じゃあそれではマタイの27の19、マタイの27の19、少し急ぎます。19から26まで読みましょう。マタイ27の19から26まで。いいですか。新約聖書49ページあたりですよ。私の聖書では新約聖書49ページのマタイ27章の19から22までを、26までを読みます。どうぞ。一方ピラトが裁判の席についている時に妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし祭司長たちや長老たちはパラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと軍師を説得した。そこで総督が二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと人々はパラバをと言った。ピラトがではメシアと言われているこのイエスの方はどうしたらよいかというと皆は十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが君主はますます激しく十字架につけろ十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄ばかりかかえって騒動が起こりそうなのでなのを見て水を持ってこさせ君主の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。神はこぞって答えた。その地の責任は我々と子孫にある。そこでピラトはバラバを釈放しイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。アメン。これは今読んだ通りです。ポンテオピラトが皆さん、ポンテオピラトがどこに出てきますか。使徒信条に出てくるでしょ。ポンテオピラトの法廷でイエス様が裁かれて、ポンテオピラトはイエス様を死に渡した、十字架の死刑に渡した時の総督だった。ポンテオピラトはこれはもう2000年経っている今もイエス様を死に渡した総督として私たちクリスチャンの間で、その名前が呼ばれている。これは呪われた人です。この人がこうならないように奥さんがその昨夜その前日 前夜に夢を見た。夢を見てイエス様のことで苦しめられていてイエス様のことを関わっていけないというお告げがあった。それを奥さんが主人であるポンテオピラトに言ったんですけども、それを聞いていながらも奥さんを通しての夢の啓示を聞いていながらも、ポンテオピラトは群衆の声、激しく、ますます激しくなる群衆の声を恐れて、イエス・キリストを十字架につけるために渡してしまったんです。これが夢を無視して、自ら墓穴を張ったポンテオピラトの失敗です。アメン。聖書は創世記の一章の一節から
啓示録の22章の最後の節まで、聖書は聖書のほとんどが夢と幻をもって啓示されたのを見た人々がそのまま記録したのが聖書のほとんどの記録です。アメン、うん、聖書のすなわちこの聖書の御言葉を書くときにも夢や幻を通して神様が聖霊によって示したのを見た人々が俺を書いたんですね。そう、啓示録の2章と3章にかけて終わりの時代の7つの教会に神様が告げる言葉がありますね。そこにはあなた方はこの世にある神の教会の神の人たちは聖霊の声を聞きなさいと、聖霊の声を聞いた人が間違っているところを罪を悔い改めて、間違っているところを正して、ついには処理し神の約束された祝福に入りますが、聖霊の御声を聞いてない人々はたとえイエス様信じたとしましても滅びてしまいますし、イエス様の口から、神の口から吐き出されて、汚いもののように吐き出されて投げ捨てられてしまう、こういう警告は創世記の2、3章にはあります。頭から聖霊の声を聞け、聖霊の声を聞け、ハレルヤ。昔も今も聖書が記録されていたその時も、その3600年間も、あ、約1600年間も、まあ、今それから聖書が完成しまして今 2000年ほど経っている今も、すなわち聖書が記録し始められて今まで約3500年が経つまで、私たちは神から来るメッセージを聖霊によって、それが夢や幻のような形で来るのを聞くべきです。アーメン。信じますか。ポンテオピラドは奥さんの夢を無視して永遠にイエス・キリストを十字架の死に渡してしまった、イエス・キリストの研究的になってしまいました。もし奥さんの夢を無視してなかったとすれば、彼にも救いの道が備えてあったかもしれません。彼もローマ人だから、その後ローマ人たちがイエス様を全面的に受け入れて、ローマ自体がクリスチャン国になったのではありませんか。ハレルヤ。アメン。そう、彼がイエス様を殺す時にはイエス様の敵だったんだけども、その敵の国ローマが世界一のクリスチャン大国にその後変わったんですね。何を言ってるかというと、彼にも救いのチャンスがあったんだけども、彼は夢の啓示を無視してイエス様を売り渡したから、それを自らそれをなくしてしまった、こういう話ですよ。自分が見た夢じゃなくても大事にする必要があります。それで今言ったように聖書の言葉だけを重んじる、聖書の言葉は言うまでもないの、これは神の言葉だから、記録された言葉だから。でも聖書の言葉自体が聖霊の夢や幻などの啓示によって書かれたものであり、終わりの時代の教会も聖霊の声を聞くべきだと聖書は最後にもこう書いてあります。啓示録で、ですから私たちは聖書に書いてある記録の言葉も、あるいは聖書に書いてなくても聖書が書かれる前に預言者を通して聞こえてきた時には、まだ聖書がなかった時なの。サムエルがサウルの王に言葉を伝えた、神の言葉を伝えた時には、こういう聖書のただの1ページもなかった時です。その時に神の言葉を聞いて夢や幻を通してサウルの王に伝えたら、サウルの王はそれを無視したの。その時無視した記録を書いたのがサムエル記です。旧約聖書。今も一緒。ですから神の言葉を無視するのと聖霊の啓示を無視するのは結果は一緒だ。アーメンですか。結果は一緒ですよ。もちろん聖霊の御声である場合、聖霊からの啓示である場合は無視しちゃいけないという話ですね。それは見分ける必要はもちろんあります。ですから私たちはこの夢か幻は
今時間がないから聖書の箇所だけを教えます。列王記上の中級、列王記上の中級の9節から12節まで、あるいは最後まで、最後まで読んでみたら分かるでしょうけれども、説明しますから、読むのは後で家に帰って読んでください。列王記上の中級の9節以下最後までを家に帰ったら読んでみてください。ここに出てくる人は誰ですか？エリヤです。エリヤという預言者が出てきますね。エリヤという預言者がイシャベルという長に追われて逃げていた。逃げていた時にアーブの王の長、王妃がイシャベルなんですよ。そのアーブの王の長である王妃であるイシャベルに追っかけられて、エリアが逃げていた時に神様の気配を感じることができなかった。で、一人落胆していた時に神様が、彼が出ていたホラーナーから起きて出てきて、神の御声を聞くために準備しなさいと言われたんだけども、それで彼は岩田通りにしましたけども、風が吹いても地震が起こっても火が起こっても、すごい大きな音が起こる、その時に天の神からなんかすごい雷のようなメッセージが、声が聞こえてくるだろうと思って待っていたんだけども、何にもなかったの。風の中でも神の声がなくて、火の中でもなくて、地震の中でも神の雷のようなすごい、そういう厳かな声がなかったんです。しかしその全てが全部過ぎ去ってから、静まりが入ったその時にかすかな声が聞こえたの。かすかな声、小さな声が聞こえてきたんですが、その小さな声がどんな意味内容を含めていたのかというと、ユダヤの王、イスラエルの王を油を注いで任命するというすごい重大な内容、メッセージを含めていたんです。ハレルヤ。それから自分の後継ぎとしてエリシャという青年に油を注ぐ、エリシャという弟子を選び出す、霊的にもすごい重大な出来事を神様は小さな声、耳を傾けて聞かないと聞こえないほどのかすかな声を通してエリアに聞かせてくれたんです。よく今頃も霊的な生活をしていながらも夢か幻で本当に一生懸命目が覚めてから、その何か夢を見たんだけども意味がわからない、あるいはどんな夢か内容がはっきりと記憶にない、記憶が薄い、こういう場合はその夢を無視する人がいっぱいいるの。かすかにはっきりとしない、起きている時のように、起きている時のようにはっきりと白黒だとか、あるいはパノラマで、あるいは何というの、こうもう感覚的に、で夢じゃなくてもう起きていながら見たかのように、聞いたかのように、あるいはすっごい大きな声で天から雷のような声が聞こえてくるような、こういう体験をすれば、ああ私はすごい夢を見たと思うんだけども、聞こえるか聞こえないか、何をどんな声が聞こえてくるのか、あるいは何を見たのか、見た記憶があんまりない、薄くなっていて、こういう声、こういう夢の場合は、こういう幻の場合は無視されることが多いんだと言うんです。無視される。しかし今列王記の中級の旧説以下を読んでみたら、かすかな小さな、よく聞こえない、よく見えない夢、幻、声だったら出会っても無視してはならないほど、すっごい大きな国の運命のような、
ものが、そういうメッセージが入っていることはありますかないですか。ありますから大事にしないといけない、こういう意味ですよ。アメン。神から来るのはね、簡単に聞こえる場合もありますが、努力しないと、頑張らないと、そのためにその意味が分かるためにまた祈ってたくさん頑張らないと逃してしまう時もたくさんありますよ。みんな一緒に、かすかな声でも、かすかな声でも、よく聞こえない声でも、よく覚えてない夢でも、その中には重大な意味、内容が含まれている場合が多いから、かすかな声も、よく思い出せない夢も簡単に無視してはならないということを信じますよ。アメン。じゃあそれではここまでにしますから、夢に対する勉強はここまでしますよ。今まで3時間3週間にかけてやったのを皆さん、よく理解して、皆さんの信仰生活、霊的な生活、神を信じない人だったらいいんだけども、当然信じるから、神を信じながらも神と関係ない道を勝手に歩くことはないように、神からの、いつどこで見えてくるか聞こえてくるか分からない啓示を無視しないように。アメンですか。悪い夢の場合はそれを、そういう夢は知見しないように、本当にひどい悪い夢の場合は命まで関わるから、戦闘的な祈り、あるいは断食などをしてそれを防ぐべきだし、前もって素晴らしい夢、ビジョンのある夢だったら一緒の間目標として自分が行くべき道を正しく探していくことができるように、一緒の道しるべとして、道案内として、天に行くまで自分の人生がどうなるべきなのかはっきり決めてもらう、こういう大事な夢がたくさんありますから、ね、人生の生死家福を左右する神の声、メッセージが入っている、こういう夢、幻などを霊的な正しい知恵と力と知識を持って見分けて聞き分けていくことができるように、それから失敗することがないように、最後に主イエスの皆で祝福いたします。アーメン。アーメン。